かりが離れてスタートしました少ししたた少ばらつきままか先行争いです、ま、ず5番グランドアイディル6番のシューネスリヒト最内から1番のルーリングそして外から11番リーブルミノル連れて上がっていった12番の名将オきびさらに外からは当選あらん東方ボススタッドリー8枠両馬が接近。 直後3番のワールドリバイバルが続いておりますそのストメ14番のコートダルジャンが行って各馬これから1コーナーをカーブするところです5番のグランドアイデル わずかに先手を割ってリードは首ほど2番手ですが6番のシューネスリヒトがつけています3番手外からわずかに11番のリーブルミノルが追走うち1番のルーリングは4番手外目から12番の名勝を切り位置を上げますあとは10番のルーチェ・ビアンカが続いておりますこの辺り好位あとは下がりました15番のト選セン・アランがいってうちゼッケン7番名勝・シンタケいっていますそして外からはトーセン東スボスがいっています東方ボスがいてうち17番のスタッドリーです そして、うち7番の名将新竹がいて、その後は馬群が開きました、3番のワールドリバイバル、うちから位置を上げる2番のアズユフィール、向こう上面の中ほどを各馬が通過していきます、外目14番のコート・ダルジャンが追走、残り800を通過、その後の集団ですが、外わずかに9番のオリノコ、うちゼッケン4番のキリーティーが追走、3馬身開きました、8番のシーニック・クルーズが行っています、後方から2投目、最後方追走、13番のカシノバリサイト、3、4コーナー中間地点へとかかります。手が動いて5番のグランドアイ は4分の3。シン2番手11番のリーブルミノルがつけていますが、外からスーっと今東方ボスが位置を上げてまいりました。東方ボス位置を上げてくる。さらに間を突くようには当選アラン第4コーナーカーブからさあ直線構成と向かいました。前の争いですが、今度はリーブルミノルがわずかに先頭に立ちますが、今度は外をついてさあコ。コート、ダル、ジャンコート、ダルジャンが一気に伸びて先頭に立った。そして2番手3番手9番の檻の子頑張っているが、最内から絶ッケン3番ワールドリバイバル接近。あとは8番のシーニッククルーズ先頭14番の。 ダルジャン五輪コートダルジャン勝ちました二着は九番の織野子です